梅林隆寺から1937年8月16日は日本の軍人、日本海軍立候補上院。洋州への土曜爆撃に指揮官代理として参加し、中国空軍戦闘機との戦闘で蒸気が撃墜された際、黒煙の中から両機に白いハンカチを振って別れを告げて自爆したことから、その散り際の見事さが戦場美談として伝えられた。 兵庫県神戸市にて、卸売業、売林業運と先の次男として生まれる。神戸市、楠木神城小学校に入学。翌年、向こう軍の聖堂小学校に転校。1920年、第一神戸中学校に進学するが、父が、徳島県の長郡、桑野村瀬比にて、大理石の採掘を始めたため、1922年、一家で、 徳島市と三浦町東戸田に移り住み、徳島中学校に転校。在学中はバスケットボールに打ち込み、バスケット部署大首相を務めている。旧神戸高等小船学校公開課を1932年2月に卒業後、就職口がなく1年間の浪人生活を経て、1933年5月28日、海軍予備士官として航空隊に進んだ。 後に選抜されて、現役士官に、転換し、1934年8月1日、少位、任官。同年、文後水道にいて訓練中の事故により墜落、同乗者が死亡した。1935年6月1日、注意昇進。1937年1月時点では、横須賢十夫婦。かのや海軍航空隊所属であった8月8日。 土曜爆撃を行うため台湾に進出。その前日、天皇陛下のおために戦死す。無人の面目にして、男子の本会なり、との衣装を書いている。14日、台風の中で、初の土曜爆撃が観光されることとなり、新田新一少佐率いる96式、陸上攻撃機9機、浅野く太郎少佐率いる8機は、台湾松山飛行場を発し、 公天の中をそれぞれ公衆、広乗り飛行場への土曜爆撃に出撃した。この時、バイリンは、朝野隊の2番小隊長機であった。朝野隊は飛行場施設及び航空機に250キロ爆弾を投入し、格納庫に、降車砲1及び滑走路に止めてあった、ノースロップガンマに EC 爆撃機、約20、カーチスホーク戦闘機約10の大部分の破壊を、 報告したが、中国空軍しばらく編第34中隊長、州には、カオル上場のカーチスホークにに進路を妨害され、実際には、爆弾の多くはいまだに落ちて失敗したと思われる。また、キロにて、バイイン小隊の2番機が、戦闘工場空にて、中国空軍第4大隊、第22中隊分隊長、低将軍注意のカーチスホークさんに、燃料タンクを撃ち抜かれ、 キールン港の車両島東大沖に富士着水、乗員は救助されたが機体は放棄された。日田隊は高志港中港率いる第四大隊主力の迎撃を受け、2期未期間、1期大破の損害を負った。16日、公陽洋州への豊陽爆撃が実施されることとなり、午前8時、日田少佐率いる紅用爆撃隊6機が、8時40分には、 石俊平隊員率いる揚州爆撃隊7機が松山飛行場を発した。バイリンは石隊の2番小隊1番機に登場し、小隊長検偵察者であった。9時30分、石隊員登場機が発動機不調により引き返したため、バイリンが指揮官代理となる。12時15分頃、揚州飛行場を爆撃、12時30分頃、 中国空軍第五大隊24中隊25中隊の新方区10機との戦闘で、左タンクが被弾、機体炎上。その際、黒煙の中から両機に白いハンカチを振って、別れを告げ、上院7名と共に自爆した。中国側の資料では、バイリン機を撃墜したのは、第五大隊副大隊長の間際援助であったと見られる。紅葉爆撃隊でも、 第3大隊第17中隊及び、第5大隊第28中隊の迎撃で2機が撃墜され、新田詳細下15名が犠牲となった。同日、第1連合航空隊司令官、戸塚道太郎少将は戦闘商法の中で、立候隊の教習は、往年の203高地の教習に等しい心境で、観光したと述べている。死後、その散り際の見事さが、 戦場美談として伝えられた。当時、検証家として、その名もカオルバイリンと歌う、アーバイリン中尉が作られたほか、浪曲を含む、各種媒体で取り上げられた。また、1939年には、北村聖望の指導の下梅林ら戦没者7点の胸像が、石原登ら7人の彫刻家、報告芸術会によって制作され3月19日。 優秀感に懸納されている。ありがとうございます。